筋トレよりもできるだけ簡単に痩せたいよって方はですね、今回の動画を全部やってみてください。もちろん1種目だけでもいいです。たったの30秒。途中でやめても OK。動画を見ながら一緒に頑張ってみましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、1週間分をぐるっとまとめた動画になってます。自分の好きな種目だけやってもいいですし、体全体的に使いたいよって方は今回の動画を何度も見ながらやってみてください。詳しい解説は各動画で行ってますので、今回は動画を見ながら真似だけしてください。さあ頑張っていきましょう。頑張りましょう。いきますよ、スタート。このままでキープ。結構ね、これね、バランスがいるのと、そして指の力が結構いるんで、足がねすごい疲れてくると思います。足指が疲れると思いますが、頑張ってキープです。すでに足指が疲れてきてる。横から向くとこういう感じ。かかとの上に座るだけ。これ結構ね、マジでね、体が前に行った時にね、足指にすごい力が入る。いやー、1分つらい。いやー、しかも周りがなんかうるさい。うわーうわー、指が、うわー、めっちゃ指が疲れる。やばい、足指に限界が来てる。かー、これね、キープ。うわーうわーうわー、 OK。 かーかー、指が、足指が、効いた。矢印を行ってみましょう。これは各足1分です。それでは、いきます。スタート。これでね、足を動かしたりして、バランスを取りながらキープです。いつも浮き指の人は、今、割と指にね、キュッと力が入ってる感じないですか？ちゃんと足の指で地面を掴む感覚が今あると思います。この感覚がね、すごい大事です。ヤジロベイがね、これバランスがね取れにくいよっていう人は今取れやすいと思います。この重心がすごく大切です。もしね、バランス取れる方は体を動かしてみてください。こういう感じで、そしたらね、しっかり足裏の重心が取れてると思います。少しです。この重心をね、取れてくると様々な。 OK。 それでは反対足いきます。スタート。どうですか、ちゃんと指に力が入ってる感じしませんか？浮き指だったよって方はね、ちゃんと指に力が入ってる感覚が分かると思います。バランスとってください。実はね、歩くときってあんまり筋肉使ってなくて、こういったね、バランス取ることした方が筋肉ってたくさん使われてるんです。ウォーキング50分相当、たったの2分ですので、こういったね、バランス取りにくいことたまにはしてください。全然バランス取れないよって方はね、すごくね、筋肉の衰え、そして筋肉を使う伝達が遅れてきているので、こういったことをね、たまにはしてください。少しです。よし、 OK。 いきます、スタート。これでね、ちょっとお尻がね、横の方が痛い感じがすれば、中殿筋、小殿筋が使われてます。そして出してる足のつま先がしっかりね、外側向くようにしてください。そうすると軸足の股関節開いてる感じがあると思います。この状態でキープです。足をね、ついてる足の横の方が痛ければよく効いてます。で、持ち上げてる足もね、しっかりつま先を開けばお尻痛いと思います。しっかりお尻を締めて、お腹をへこませて、体を上に持ち上げる。上に持ち上げるけど肩は起こしておきます。このいい姿勢でキープ。あと少しです。
足の指も力入れて、よーし、 OK です。それでは反対いきます。つま先を開いて、片足前出して、出してる足もつま先開いて、いきます。スタート。お尻出ないようにお尻締めて、お腹もへこませて体を上に引き伸ばす感じです。結構辛いですよね。できればね、ついてる足の指力入れて、外側よりも内側に力入れて、つま先を開く。これだけです。毎日やってください。ただね、膝ね、痛くなる方はね、休みながらしてください。つま先をしっかり開いて。あとちょっとです。一回バランスがね、崩れると結構難しいですよね。よし、ボール、よし、オッケー。よし、オッケーです。それでは、いきます。スタート。これでキープ。スマホは持ってても置いててもいいです。あんまり手でバランス取らない方がいいです。結構ね、これね、辛いですよね。やばい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 。これ1分長い。足の裏がね、すごい疲れると思いますが、頑張ってキープです。どうですか、キープできてますか。結構ね、1分長い。足の裏がもう疲れてきた。指をね、しっかりキュッと力入れて、やばい、手を使わない、手をあんまり使わないでキープ。足の裏でバランス、あと少し、もう少し、あっ、オッケー。かあ、足筋疲れる。これは足の裏と指筋が疲れる。さあ反対、頑張っていきましょう。スタート。か、腰が痛い、やばい、あ、タートル腰痛注意、やばい。ほっほっほっ、どうですか皆さん、1分長い。いや、腰が痛い、やばい、タートル腰痛注意。かあ、どうですか皆さん、1分間ちょっとね、長いけど腰痛い人無理しないでください。あー、お尻も痛い。どうですか、指力入れるとね、ちょっと楽になります。バー、崩れた。皆さんどうですか、油断したら崩れた。うわー、かー、上体を起こして動きます。スタート。こういう感じで力を入れる、抜く、お尻をしっかり上げたままです。動く幅はこんぐらいでいいです。無理にこうやって起きなくてもいいです。頭軽い方は持ってても OK。 はい、 OK です。中級は上体を動かさずに今の下半身を作って起きたままキープです。スマホ持ったままです。できれば息を長く吐いてください。それではいきます。スタート。お尻をしっかり締めて、お腹を縮めたままでキープです。頑張って、お腹はどんどん締めていくイメージ。しっかりお尻を締めて、あと少し、オッケー。ふー、温まってきましたね。ラストは足を浮かせたまま、膝パカッと開いて、この状態でキープ。足はブラーンと力抜いておきます。ちょっと25秒長いですが、最後頑張りましょう。それではいきます。
スタート。息長く吐いて、お腹どんどん引っ込ませて、いきます。スタート。こういう感じです。これはね、腰痛の改善にもおすすめです。少しです。できてますか？はい、 OK です。ちょっと休んだらもう一回いきます。あんまり連続でいくと腹筋疲れすぎて動けなくなってくるんで、ちょっと間を空けてね、行うのが効果的です。2回目いきましょう。スタート。足を使って上がるっていうのも、腰を丸めるだけ。普通の腹筋よりね、簡単ですよね。どうですか？オッケー。あとはもう一回です。ちょっとお腹疲れてきましたよね。上がるときに腹筋にグッと力を入れるとね、簡単に起き上がれます。ラスト意識してください。いきます。スタート。起きるときにね、グッと腹筋意識して、グッっていう感じで足よりも腹筋使ってください。グッ、オッケー。お腹伸ばしていきましょう。スタート。こういう感じです。ぐーっとお尻を締めて、足つりそうな方はたまにつま先にしてもいいです。これでしっかりね、足つった足つった足つった、オッケー、かー、足つった。あー、それでは30秒間やっていきましょう。かかとを上げていきます。スタート。これぐらいのペースでかかとを上げて、息なくなるときに反対のかかとを上げて使う。息をしっかり長く吐きながらです。こういう感じです。しっかりね、息を吐いてお腹をへこませてください。はい、 OK です。反対いきましょう。スタート。ぐーっとね、伸ばしてかかと上げて縮める。しっかり伸ばしてかかとを上げて締める。これ意外とですね、やっただけでも 1-2cm くびれがね、実はできるんです。かかとをしっかり上げて、よし、 OK。 30秒いきましょう。スタート。これも息をしっかり吐いて、しっかり膝倒してください。しっかりね、伸びると思います。感じですか？オッケー。はい、反対足も一緒です。最後です。伸ばしながら膝倒します。スタート。よく伸びてますか？片っぽだけね、しっかり伸びる気がするっていう方はね、骨盤の高さがね、違う証拠なので、こういったね、量を同じように伸ばすことをすると骨盤も整います。ラスト、膝倒して、オッケー。それではいきます。スタート。
瞬発的に腹筋に力を入れてください。肩甲骨が上がらないように腰だけを丸める感じです。おへそを上向ける感じで腹筋を使います。しっかりお尻を締めて、あと少しです。はい、 OK です。それではいきます。スタート。こういう感じで手足を下ろすっていうイメージよりも腹筋を使うから体が下がるっていうイメージです。しっかり手足を遠くに伸ばす感じです。体がすでに熱い。一回ずつしっかり腹筋を使ってください。長い、しっかりお尻を締めて、あと少しです。頑張って。オッケー。腹筋と体の後ろ側の筋肉が弱ってくると手足の動きがバラバラになることがあります。初めのうちはしょうがないです。それでも1分間続けてください。今度は今の反対側です。頑張っていきましょう。いきます。スタート。手足持ち上げたら腰を丸める。ちょっとね、初めのうちはフォームが難しいかもしれませんが、身を見まねで1分クリアしてください。あー、きつい。あー、動きが、手足の動きがバラバラになってくる。つらい。頑張って、みんなも。汗が出てきた。歩くよりいいですよ、これは。ああ、うおうお、あと少し。うおー、きつい。頑張って。ああ、皆さんお疲れ様でした。最後まで頑張ったよって方はね、とっても優秀です。体全体的な筋肉が使えてますので、何度も動画を見ながら体の変化、体重の変化、よかったらコメント欄で記録として残してください。やりきったよーって方はね、グッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄から見てもらって、リンクのフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。